って面白いね、スイッチ、スイッチの元祖。元祖が、その前に誰かいたんですかね、スイッチやる。わかんない。でも清水さん一番最初カープと、そうそう、小葉さんから言われた。小葉さんが何かから帰ってたってことでしょ。そうそう、コーチで。だからコーチで帰ってきたのは49年。そうでしょ。じゃあ一番最初ですよ。で次引っかかったのことですよ。2番目。2番目引っかかった。2って数字、もう好きやからね。なんですね。引っかかってハマったもんね。ハマったね。ただね、これだけの身体能力があってスイッチもやりだした頃かな。ウォーレンスパーンっていう。ウォーレンスパーンいた。うん、スパーン。あ、向こう300勝ピッチャー。そう。うん。女性に感謝。プレーボール。やったよ。懐かしい、それが吉井校を見て最初内野これダメだ下手くそや、はいはい、で外野行かして、うん、外野行かして福山かなんかであのフライ落とすのに、ね、木下さんグローブ貸してくださいって なんでやってただって木下さんのグローブ全部入るじゃないですか違うってここだろうでそういうスタモンでありながらウォーレンスパンは彼はその能力的にすごいいいから彼をなんとか育てろ、それも足も肩もあるんだからもう内野、うん、広島の一番のウィークポイントなんだよ、そのショートだよ、うんうん、でこれなんとかやったら広島強くなるよじゃないか、うん、でそこでもう一回カムバックで内野になって、あ、それでですね。そう、いやあとメンバー的にね、あの時の場合は 3-4-5 っていうか俺使い道がないんで、うん、で小林さんが内野持ってきて、そうそう、ウォーレンスパンいましたね、300勝ピッチャーで、左ピッチャー。ただ出だしの頃ってのはやっぱり下手くそなんよ。はい、ね、下手ですよ。だからピッチャー連中に小葉さんが言ったらしい、吉井君はエラーしてもお前たちは我慢せん、彼が育ったら広島強くなる。なるほど。中の初めて聞いたね、笑わせたらね、これは初めての会話ですよね。これね、聞いた時にああなるほどなと思って、でまあ彼はすごいプラス思考だから、はいはい、いいよ、うん、自分がエラーしても打たした方が悪いとかね、うんうん、で俺セカンドやっててダブルプレーでも変なボール投げるじゃないですか、はい、プロだからしっかり取ってくださいよっていう方だからこの性格はもう本当にプロ向きなんよね。なるほどですね。もうじゃないと出世できないって。だから反省はしてるよ俺。そうそう。だから俺はあの野球以外で世の中のいいことすべて教えた。はい。でそれを手に入れるためにはどうしたらいいかということで練習を必死にやった。なるほど、そこにつながるんですね。そう。だから俺今まで広島カープずっと見てきてるけど、はい、これほど練習やったのはおらん。あ、それは1日ね24時間だと足んないはずないよ。なるほどなるほど。ね、野球朝飯食って野球練習して、球場行って練習して、試合してまた帰って練習して、で盗塁王はどこ行っちゃったのって感じだろうから、ただ時間が足んないわけよ。足りないですよね。睡眠8時間必要だから、あ、うん、だから彼の場合ね36時間ぐらい必要ない。なるほど。だからあちこちね、膝半月板がどうのこうのっていうこともあったし、うん、はいはい、でハマりが悪いってね、タイムかけて、はい、あったね、立つかのコンタクトじゃないけどショートで座り込んで自分の方向かって膝を持ってね、はめ込んでね、そうそう、オッケーとかで33試合連続ヒットもさ、はい、あれ第一打席でいったよな。そうです、うん、で痛い言うて交代わし、あの時ほら山本浩二さんで亡くなったロッテ行った、うん、巨人のあのスパイクされて、うん、163の決定ここに来たわけよ。ここに逃げないやん、もうこうしゃがみ込むから、そこへガバーンスライディング食らって、うん、僕膝やって、うん、足首やって、うん、で交代して多分来ましたもん、うん、そうだから吉井君の尻拭い全部これないですね。そう聞いてたらそうなん、そうじゃないよ言ってることおかしいやなんか木下さんの会話聞いてる、あ、なるほど、育ての親みたいな感じですね。そうなんだからね、本当の育ての親は、はい、
やっぱり親父なんよ、キャンプで親父さんが来たら、はい、吉彦があの個人ノックスね、佐渡までしたら、そこのベンチの上で10メートルも離れてないよ、吉彦、行け行けずーっとお父さんですか。そうそう、わこれはね強烈、だからあの芝浦工大のスキー部の監督やったかな、はいはい、だからその指導方法だとか、はい、ああいうところはね心得てるわけ。なるほど。それでメンタルを強化するには今しかないみたいな感じでガン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 来るわけ、お姉さんの声がその中でやってて、周りはみんなニヤ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 したから俺喧嘩したからな、親父と。え、プロに入ってんですか。いやいや、そこの時にノックの、やかましいってうるさいお父さんですか。でもあの親父さんがおったから。なるほど。そうそう、で、プロの中の世界は俺が勝ったんですよ。なるほど。でも考えたらあの時いじめだったな。1日おきに1時間半ノックしたもん。だって下手なの。うんマジで1日おきに僕1時間半の個人ノックしたんですよね。だからそれだけ鍛えそのすごかった、体力はあったですね、うん、すごい。いや1時間半ですから、うん、山崎隆三さんも言うじゃないですか、体力がすごかったですよね隆三、この間話で、うん、だからね、1軍と2軍の一番の違いというのは体力だね。ああ。だからあの新井なんかでもあんな下手くそが2000本を超えちゃったよ。それぐらい練習しても練習しても壊れない体っていうのはあるからできる。なるほど。だから俺コーチになった時に野村健次郎とか翔太がね、はい、一軍にいるわけでしょ、はい、それノックしててもあいつら全然へたれない。なるほどなるほど。で今度2軍行って、はい、こうやってノックしてたら、はい、3球4球でもああその違いですね。あそれコーチやったの健次郎さん。やったよ、6年6年やって。6年って2軍で6年。だから一軍現役してアナウンサーの最後の1年は一軍におって、うん、で山本浩二さんになって、うん、2軍行ったり一軍行ったりして、うん、だから平成3年の時はたまたま一軍におったり、うん、でまた2軍に行って、うん、で解説6年戻って、うん、このたっちゃん監督の時に俺チーフコーチで戻って、うん、でその1年間でたっちゃんが飛んじゃったから、うん、山本さんにまたなった時にこの二軍監督で5年やらせてもらった。やってるね。ほんで解説6年で60までプロ野球界に携われたんや。定年引退ね60ちょうどいいね。でもカープで落ちてきてね、これはできないからねそこんとこはどうなんでしょうか。無理やりやん。だってね、もう世代交代しちゃってるから、ね、しましたね、全てが。でもどうだった、あの二軍の時にやっぱ新井なんかでも下手だった。下手くそ。だから新井が入団した時に東出と一緒に入団してた、うん、1999年、うん、でその時には大下さんもおったし、うん、大野もピッチングコーチでおった、うん、で1年でやりたくない選手、1年で2人とも正田もやめたい、うん、だから正田が大下さん正田大野が抜けた。で俺が大下さんの代わりに入って一軍コーチだらけだったから、でたっちゃんとやってて、ほんでね全然補強もないし、うん、で人間的にはいるんよ、野村前田、うん、ああはいはいはい、その時ね、冷凍っていたわけよ、うんうんうん、ビッグプレイヤーですよね。でもひよこさん、いやまだ健次郎が怪我してる、はあはあ、前田が断裂してる。ああ、であったね。尾形も足ダメない、うん、だから3人はあんまり使えない、うん、たまにしか使えない、うん、で、まあ、野村健次郎と相談して、俺の理想は東出かキムタクをショートにするから、お前セカンド、セカンドが無理だったらサード、サードが無理だったらファースト、うん、動くの少ないところ、はいはい、うん、で、なんとかスタートして、たっちゃんが「木野さん4番がおらんのじゃん」って、うん、で「木野さん誰がいいと思います」って、「4番は前田しかおらんじゃろ」うん、で前田は4番は嫌ない、うん、
あ、本人が本人がや、うん、5番がいい、うん、やっぱり4番っつったらさ、あ、ね、やっぱ違う、うん、まあまあそうですね、うん、負けた時にその4番が責任を負うとか、うん、なんか言われてる、だからちょっと気楽な5番ぐらいで、でもたっちゃんは、うん、絶対嫌じゃないですか、じゃあ私が説得するって1対1で、うん、部屋で、うん、コンコンとこうやって話しながら言って、じゃあ分かりました、ギドさん1ヶ月だけやります。1ヶ月だけ。1ヶ月。でもさ、考えたらさ、打順さ、別に選手に聞く質もないよね、本当。だって、嫌だっても別に出してさ、それが、はい、これ違うの、違うの。選手のやる気を出させるかどうかっていうのが大事なの。でもそこまで気使ってでもしたくないな、俺はな。はい、はい、何番、はい、何番。まあ確かにね。でね、で4番に収めた時は4割ぐらいだったり、へー、でカープも1位取ったら、1ヶ月経ったら、皆さん、1ヶ月終わりましたって、嘘嘘嘘嘘、ほんまに。で、足もあんまり使えんじゃん、うん、無理ができない、うん、それで、よし、わかった、で、金本4番。すごいメンバーやね、でもね、その頃見たらね、でもすごいですね、でもほとんど出てないんよ。あ、そういうことですね。だからオールスター以降は、うん、さっき言った3人はもうタッチは来年にかけよう、あ、半年リハビリさせよう、うん、あ、前田ゴルフ上手くなったよ、だからそう、おかしい人リハビリは、まあゴルフはリハビリになるじゃん、あるからね、足首とかね、ね、うん、で、ケンジローはアメリカに取ったのかな、大陸通になったよね尾形はこっちでリハビリしとったんだ、そんな悪かったの、3人とも、うん、でメンバーが揃ったらいいチームだよね、うん、ただピッチャーいます、あー、その時代ですね、大事だね、そうそう、ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします、本日もありがとうございました、ゲームセット、よろぴこ。